て全然受かるとは思ってなかったから、なんかいろいろ終わった後に、終わった後にね、あの端の方でね番号を呼ばれるの、こうやって待つ状態、待機の状態でね、呼ばれるんかなみたいな、いやでも呼ばれんよなとかって思って、でそれでなんかあの佐竹さんがなんか開票した瞬間108番とか言われて、ってなって呼びましたってなって、正直ねなんかちゃんと聞こえてなかったんですよ。でも今絶対108番って呼んだよねみたいな感じで、ってなって、うん、それで呼ばれて、もう見て、ああみたいな、なんか変な、なんかコメントして、なんかめっちゃブサイクだったしびっくりした、後から見て、ちょっと待って、やばいと思って、顔やばいねもう本当に変な、みたいな、なんか変なこと喋ってて、でそれでなんかはけて、後から見たらその写真本当になんかもう変な顔してて、もうちょっと待って、ブ大丈夫自分みたいな、待ってそう、それでめっちゃもう、びっくりした普通にびっくりした、なんかね、そしたらなんか私がすごいよなんか変な疑いをかけられて、別に私ねなんかねお願いしたわけじゃないんですよ、そんななんかあのなんだろう、あの工作とか全くしてないのに、何にもしてないんだけど、なんかめっちゃね票を獲得してまして、知らぬうちに、で私もなんか本当にもう何があったんだろうね、本当に私もよく分かんなくてあの時でもなんかめっちゃ疑惑かけられて、知らないみたいな、なんか何も工作してないよって、本当にシンプルになんかたくさん票をいただいて、そうなんかみんなその私のことを見つけてくださった皆さんの中で、そう知り合いにこうなんだろう、いろいろ回してくれたりとかしたのかなと思って、いやもちろん私もね、友達にその数人言ってたから、その友達にお願いしてもらっていいとか言ったけど、でもその友達ももう私1000人も2000人も友達いるわけじゃないから、本当に3人ぐらい、4人かにしか言ってなかったから、なんかもしよかったら投票してくれないみたいな感じだったし、その友達がなんかねめちゃくちゃ人脈持ってて、それで1000、2000とかのなんか票入れてたらびっくりだけど、いやでもそんなことはきっとなかったはず、だから私が思うに、違う私人脈本当にすごくなくて、その4人しか本当に言ってないんだって本当にで、なんかすごいファンの方がね、私をその時に押し上げたいなって思ってくださったファンの方が、なんかきっと私の知らないところで
もうスーパーハイパー頑張ってくれたんだろうなと思って。ね、何があったか私正直わかんないの、当の本人は。だからなんか私が何かをなんか仕掛けたわけでも何でもなくて、でもう本当に1位でみたいな感じで、ただただびっくりでした。うん、そう、まあ、でもその時頑張ってくださった方に本当に感謝ですよね。そうじゃないと今がないから。でもなんか本当に嫌味みたいな感じでずっとその当時言われてた、どちら様ですかみたいな、なんかいきなり中間にも入ってないのになんかすごいすごいなんか言われた時あった。え、知らないよと思って。本当に知らない、ごめんけど知らないよと思う。私もこれそれは私も知りたいよみたいなこと、なんかすごい言われた。え、誰みたいな。本当になんか変な嫌味めちゃくちゃ言われたし、なんかすごい当時はね気にしてた。なんか逆にすみません、なんか道になっちゃってみたいな思って。直接言われたことはいや、ないけど、なんかネットとかだよね、ネットとかに1位派みたいな、みたいな。そう、まあそれは何回も目にしましたね。なんか終わったみたいな。そう、なんか不正だらけどうのこうのみたいな、もう本当に。でも知らないって私と思って。そう、でもなんかね今はもう本当に笑えるけど。え、めっちゃ言われたよ、本当に言われた。だからオーマイガーみたいな、オーマイガー。その時はねなんか嫌だなって思ってたけど、そう思ってし、そうだね。それで受かった後もさ、なんかめっちゃ序列低くて私もうめっちゃ低かったの、なんか信じられないほどすごい追いやられてて、めっちゃさ、なんか序列低くてオーマイガーみたいな感じ。そう、なんかね公演のなんか初日に外されたりして、でもねなんか正直ね公演の初日がそんなに重要だとは私思わなくて、でもなんか初日を外されたってすごいなんかと思って、でもなんかねー
ックとかは、うん、まあショック、悲しい、もうダメだみたいな感じで、そのまあ今だからちょっと言える話なんだけど本当にこれはね全然強がりでもなんでもないんだけど なんで私じゃないんだろうみたいな感じで、表ではさ、まあなんかねえみたいな感じだったけど内心なんか内心すごいね、あのね、今に見てろって思ってやって、今に見てろって思いながらやってた絶対私は先に絶対私は先に、先にっていうか絶対巻き返してやるって思って、もうめっちゃ強気だったその時内心はねもう内心はもう相当ねえあれだった、なんかそう今に見てろって思って、すっごいね絶対絶対この位置じゃなくて上に行ってやるってめっちゃメラメラしたもう内心はもう本当にね、もう負けず嫌いのね、なんかもう炎がボーボー燃え盛っていないね燃え盛ってて、今本当になんかもう言葉その通り、今に見てろって思って、めっちゃなんか、でもそれはさ、なんか正直そこまで可愛げないじゃないですか、かなって、その可愛くできたらいいんだろうけど、でも多分私可愛くできる自信なかったから、その内心のあの表現をね、だからすごいもう表向きではもうめちゃくちゃもう私ダメかもしれないみたいな感じだったけど、もう内心もうゴー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 でしたもう炎がもう ゴーゴーしてて、それでとにかくもう全てのこととにかく全てのことは小島クオリティでやろうと思って、めっちゃ燃えた、燃えてた、本当にめっちゃ燃えてた。そう、でもなんかそのおかげでめちゃくちゃ分析力とかがついたし、もう絶対先に選抜に入ってやるぞみたいな、なんかそういうあれが、うん、すごい自分の中でそう、もうめっちゃねいろんなことをね分析っていうか、もう本当にどんなこと頑張ればいいんだろうみたいなって思って、
私は歌が好きだし、歌とかを聞いてもらって、で自分のキャラクターとかもすごく考えた。うん、まあそれは無理のない程度にね、自分の本来のキャラクターも生かしながらとか、自分の個性をどう見られどう見られたら印象付けられるかとか、すごいめっちゃ考えたな。懐かしい。そうね。で、まあ、歌唱力はもうめちゃくちゃ私のチャンスだと思って、絶対に名前を広げられるチャンスだって思ったし、自分そのファイナリストに残らなくても絶対みんなを応援し、みんなが一丸となって応援してくれるチャンスだってめっちゃ思った。それですっごい緊張したけど、歌ったり、であとそうだね、コロナ禍だったから、コロナ禍だから できることした。本当、配信を見てくれる人がきっとこういう時期だから多いだろうなと思って、なんか注目を引くような配信してみたりとかして、次は何をやろうかってめっちゃ考えたり。なんかめっちゃね、いろんなこと考えてたなあの時は。そう、そしたらね、自分なりに頑張ったらね、選抜に選んでもらいました。そう、でもね、それはね、やっぱみんなが私のことを見つけてくれたりして、いやでもね、みんなのおかげだよ本当に。
やでもね、なんだろうね、私全然ねクールでもなんでもないんだよね。めっちゃめちゃくちゃ泥臭くて、結構ねあれだよ本当に全然クールじゃないし、相当泥臭いですよなんかね、うん、一見すごいこうなんか綺麗なお姉さんに見えるよねみたいな、なんかこう言われることあるんだけど、結構反対で割とうん割とね、あのなんて言ったらいいのかな、泥があってもスライディングするタイプだからね私はうん、泥にスライディングするタイプだよ。ヘッドスライディングするタイプ。でもね、私は、選抜に何度か入って、そっから正直ねモチベーションがね続かない時もあった。なんか何を目標に頑張ろうかって思った時もあって、でなんかめっちゃあの時の方がガツガツしてたなとか燃えてたなって思って、なんかそれがすごく自分の中でなんか嫌だった。うん、なんか汗かいてすごい必死に走ってた頃の方が自分は充実感あったなとか思ったし、別にその選抜に何回か入ってそれでもう走ってないっていうわけではないんだけど、うん、なんかね、目標ってなんだろうってすごい考えて、全然モチベーションがない時あった。センターを目指したことはね、なかったかな。私はね、センターとかフロントメンバーとかにはこれはもうめちゃくちゃ嘘偽りないんですけど、全くそれは
全然なかった。びっくりするぐらい本当に。そう、センターになりたいとかフロントに立ちたいとか、うーん、なんか全然なかったね本当。そう、そうだね、なんか途中からなんか自分じゃなくってすごい全体で考えるようになった。うん、そうやね。まあその言ってることがさ、全部が全部そのやっぱりファンの方に答えようとその言った発言とかもあるよ。うん、そうだねって言って、うん、前に日本に行きたいよねみたいなねってことあったけど。私は本当にじゃあ前の方に行って何するんだろうとか、それ前の方に行って自分がどういう役割できるんだろうってすごい考えて、何もできないような気がして。でセンターにを仮に目指したとして、その面あの一番前で私は何もできないだろうなって思って、うん、そう、そこには全然なんか理由はね、全然自信がなかったかな。そのどんどん前の方に行って役割をこなせる自信がなくて、っていうか私には伝わらないだろうなって思ってたから、そう言葉ではねもっと前の方に行きたいって思ってたけど、その選抜に入った状態で私はどっちかっていうとグループのためになんかこう、私どっちかっていうと下から支えたいタイプなんだなとかって思って、それに途中気づいたね。なんか、うん、前の方にそんなに行きたいのかなみたいな。そうだね。こんばんは。そうね、あのありがたいことにね、言っていただけるんだよ。もっと押し上げるね。言っていただいてもらってたんですよ。押し上げるねとか、なんかもっと前の方でやってるあなたを見たいって期待してくれてたりして、でもその言葉に対してなんか答えたいなっていう気持ちと、うーん、
中からそんなに戦闘になんか立つタイプじゃないっていう私はそんなタイプじゃないって思って、どっちかって言ったらなんかみんながいい状態で笑っててほしいから、なんかグループ全体の雰囲気がよかったら私も結構いいなって思ってたから、それができてたかどうかはもう分かんないけど、なんかね言葉にするの難しいんだよね。なんかそれでそうだね、縁の下の力持ちの方が私には向いてるなと思って、トップでね走るよりね、そうだね、だから芸能界を続けるか問題もね私は十分光を浴びましたと思って私はもう十分光を浴びさせてもらいましたと思って、だから、芸能界は続けないっていう、ね、選択をしましたよ。悔いはないね。なんかね、すっごいめちゃくちゃ矛盾してるんだけど、もうこんなに光をこんな眩しいところに私はなんか。いるタイプの人間じゃないっていうのと、なんかちょっと自分のことを表現したいっていうすごいもう相反する気持ちがずっとあったなんか私に対して会いに来てくださる方とかすっごいありがたいし
めちゃくちゃ感謝だったんだけど、いつもこんな子こんな活動をしてこんななんかあの眩しいところにいたり、私のことをこう肯定してくださったり、なんか応援してもらうような、そんななんかこう眩しい場所にいるタイプじゃないなっていうのと、でもなんか自分のこういうところを表現したいなって、こういうことしてみたいなとかね、めっちゃそのずっとあった。でもね、楽しかったですよ、本当に。でもそのこの5年間で私がすごい創作意欲はあるんだなと思ってやっぱ眩しい場所にいるのはもう私の中ではもう十分だなって思って、でも自分の中でなんか創作意欲はあるからそれはね、よくこの5年間で確実に分かったことだね。いやー、もうアイドルなんて私にはもう眩しすぎます、もうもう眩しすぎるんですよ、うん、刺激的でしたではでは、そろそろ終わろうかな。はい、13位、あの海へ行く7月さん、12位ハルキングさん、11位ソリオさん、10位ハイキーさん、9位マグさん、8位ウリンちゃん、7位カタカナのタカさん、6位ズーシミケンスーキさん、5位カジさん、4位エルロロさん、3位ズーミンさん、2位クジマスさん、1位シンゴー、ありがとう、ありがとうございました。それではおやすみなさーい。